ダンスビュー読者の皆様、こんにちは。薄井和文です。薄井めぐみです。2017年3月セグウェイ選手権では第3位という成績をいただき、初めて表彰台に上がることができました。皆様応援ありがとうございました。今回はダンスビュー編集部に寄せられた、前回 DVD または最近の読者の声をもとにテーマを決めてまいりました。きっと皆様のダンスライフのお役に立てると思います。最後まで楽しんでみてください。ダンスビュー編集部に寄せられた声の中でよく見られたのが女子力とリード&フォローについてです。どちらもとっても重要なテーマですね。今回はこの2点に重きを置いてレッスンの内容を考えてまいりました。テーマがテーマだけに、今回はめぐみ先生がメインで喋りますので、めぐみ先生どうぞよろしくお願いします。今回は5つのポイントをレッスンでご用意しました。1つ目は女性が知っておくべきシンプルな仕事です。こちらは、とても簡単なことではあるんですが、つい忘れてしまいがちなことなので、よく練習していただきたいと思って用意しました。そして2つ目は、女性のステップを知ればリードがわかるという項目です。女性の方はステップを覚えるのが苦手な方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、いくつか大事になるステップに関しては、女性も男性も2人で女性のステップを考えてもらうと男性はリードがわかるのではないかと思いますので、2つ目のレッスンではそちらを重点的に行いたいと思います。そして3つ目はちょっと厳しいんですが、男性を生かすも殺すも女性次第というテーマです。女性が、実際に一番しなければいけない仕事を、ここではお伝えしたいと思います。そして次は、女性を輝かせる男性になるというテーマです。この項目は男性に少し重きを置いて薄井先生からレッスンしてもらいたいと思います。最後のポイントは、私が日頃心がけていることなんですが、これであなたもボールルームクイーンというテーマで、私が日頃気をつけているヘアやメイク、ドレスに関して、簡単にご説明したいと思っています。それではレッスンを始めていきましょう。それでは早速始めてみましょう。はい、一つ目の項目の女性が知っておくべきシンプルな仕事です。これは本当にとてもシンプルなことなんですけれども、つい忘れてしまいがちなことなので、もう一度見直していただきたいと思います。私の中でダンスを踊るときにフォローするときのイメージは、ハンドルは持っているんですが、ハンドル操作をしない自転車に乗っているようなイメージです。というのはハンドルは持っているんですが、実際にハンドルを右に左に回すのは男性の仕事で、私たち女性はペダルを漕ぎ続けることがとても重要なことです。で、実際に自転車に乗って踊るわけではないので、左右の足をずっと動かし続けるということを女性は忘れないようにしていてほしいです。そして次のポイントは、今回単語で少し、やっていきたいんですが、スイブルという動作です。スイブルはステップの名前でもあるんですが、簡単に考えて足の裏を回すということを忘れないでください。では実際に私たちが歩いて足の裏を回すということをちょっとお見せします。とても簡単なことですので、ご一緒に皆さんもやってみてください。では歩いてみましょう。とても簡単なことでしたね。私が今何をしたかというと、男性が向きを変える指示、これとても難しいかもしれないんですけれども、繊細に聞き取るようにして、向きを変える指示が来た時に足の裏を回しました。悪い例を一つやってみたいと思います。
ほどの良い例と比べると足の裏が回っていなくて、男性が方向の指示を変えた時にすぐに答えられませんでした。そして上半身だけが相手のことに気を取られてしまっていたと思うのが、お分かりいただけたかと思います。で、ここで私がいつも心がけているエクササイズをご紹介します。どちらでも構いません。足を一歩出したら、そこからかかとを回します。かかとを回します。これはどちらもやってみましょう。かかとを回します。かかとを回します。イメージは自分のつま先にコンパスのピンを刺して、かかとに鉛筆があると思ってください。鉛筆で円を描くような方向にかかとが動くように練習してみてください。それではダンスのステップでこちらを応用していきましょう。今からプログレッシブリンク、プロムナードリンク、5ステップを行います。この時の私の足に注意をしていてみてください。ご覧いただけましたでしょうか。プログレッシブリンクでは右の足がスイブルしました。プロムナードリンクでは左足がスイブルしました。そして5ステップでは左の足がスイブルしました。どちらも男性から方向の変更を指示されたときに私が行ったフォローです。良くないフォローを見ていただきます。今は全く足が動かなかったですね。これは今私は上半身は男性に対してフォローしたんですけれども、単語のシャープなアクセントも作れませんでしたし、おそらく何かもっと強い回転がかかった時には男性に対してうまくフォローができないのではないかと思います。とてもシンプルなステップなんですが、どちらの足を回すかを、ステップで考えていくと、ダンスが上達ヒントになるのではないかと思いますので、練習してみてください。それでは今のステップにおいて男性の注意点もちょっとお話ししましょう。男性がリードをすることで大事なことは、まずは一つは女性のウエイトを感じているということ、そしてもう一つはそのタイミングを女性に伝えるということ、この2点が僕の中でとても重要になってきます。それではもう一度今のステップをやってみましょう。女性のウエイトが右足に乗ったら右足を回します。女性のウエイトが左足に乗ったら左足を回します。5ステップをして、女性のウエイトが左足にタッチをしたら左足を回す、リードをします。では悪い例もやってみましょう。女性のウエイトが乗る前にリードをしてしまうと女性が倒れてしまいます。次のステップも女性が行ってしまってからリードしてしまってはちょっと遅いですね。5ステップも女性が乗る前にリードをしてしまってもいい形にはなりません。このように、女性の動けるタイミング、動けるスペースを男性が意識することが重要です。お分かりいただけましたか？それでは2つ目のテーマに参りましょう。2つ目のテーマは女性のステップを知ればリードが分かる
でした。一つ目のレッスンで、意識していただいた女性の足の裏が回るということも踏まえて一緒に考えていってください。今回、私が女性のために取り上げたステップはナチュラルフォアラウェイホイスクとフォアラウェイリバース&スリープピボットです。このステップはとても代表的な、バリエーションに加わるステップではあると思うんですけれども、たくさんの方が悩みを抱えるステップでもあります。と同時にとてもかっこいいステップなので要望はとても多いんですけれども、問題が解決できないカップルを多く見受けます。大事なポイントをいくつかご紹介しますので一緒に考えてください。それではやってみましょう。ナチュラルファーラウェイホイスクをまずお見せします。それでは今のステップを別のアングルからもう一度やってみましょう。フォアラウェイホイスクは、女性の足が回らないとうまくいかないステップなんですが、どこで足を回すかを男性も女性も理解されてないことが多いように思います。まず私が女性のステップをシャドウでやってみますので、左足に注目してみてください。いきます。スロークイック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 。第4本目の左足が向きを変えました。プロムナードで前進前進して男性と女性がクローズポジションになります。この後の左足が膝を軽く曲げながら左足のボールで向きを変えてフォアラウェイポジションまでなります。この左足が回らないと。こうなります。このような写真を見てがっかりされた方はたくさんいらっしゃるのではないかと思います。私もその一人だったのですが、上半身を意識するだけでは解決できません。なので左足がどこで回るかを男性も女性も知っていただいて、そして男性はその女性が回る足を回すことのサポートをしていただきたいと思います。では実際に男性はどこで女性の足を回すのか、少し臼井先生にお話ししていただきたいと思います。はい、このステップは先ほどの、5ステップで PP になったステップとよく似ています。女性の左足が床にタッチをしたら女性の足を回すリードを与えます。では、もう一度やってみましょう。プロムナードで前進をします。プロムナードで前進です。この後クローズポジションに戻って女性を前進させます。その後左足を横につかせてボールで床をタッチした瞬間左足を回すリードをします。もしこの回すタイミングが早かったらどうなるかやってみましょう。プロムナードで前進をしてクローズポジションに戻ります。次のステップを急ぐあまり女性の足がつく前に回してしまうと2人のポスチャーは崩れてしまいます。